音楽生活柴田さんの部屋。皆さんこんにちは、柴田さんです。今回のテーマ、唯一無二指一本の超絶便利エフェクトスタッターエディット2徹底解説ということでございまして、今回はですね、アイゾートオプ社のもう超変態的エフェクトスタッターエディット2をご紹介したいと思います。まあ超変態的っていうのはね、もう最大限の褒め言葉なんですけども、私柴田さんはね、スタッターエディット、バージョン1のね頃から、まあ、リリース当初から使っているので、もうかなりのヘビーユーザーなんですけども、これね本当にね、まあ、タイトルでも言っている通り、エフェクトの効果ね、唯一無二という独創的なものが本当にたくさん入ってて、でしかもね、これがね指一本で簡単にできるという、もう素晴らしいソフトなんですが、これね使ってみないとね効果がなかなか分かりにくいのと、あとね、まあ、ちょっと使い方というか、まあ、初心者の方には、まあ、特にね設定が少し難しいのもあって、まあ、今回ねこのスタッターエディット2の、設定使い方おすすめポイントなどをしっかりと解説していきたいと思います。で、先にね、まあ、そもそも、このソフト何ができるのっていうところをちょっとだけ説明しておきたいと思うんですけども、この、スタッターエディット2はですね、音が出せる音源ではなくて、まあ、音を加工するエフェクトソフトなんですね。で、まあ、どんな加工ができるかっていうと、まあ、例えばなんですけども、たーっていう音があったとします。でそれをね、たーたったったったたか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 なんていう風に、まあ、指一本でね一瞬で加工してくれたりだとか、あと、うーっていう音があったとします。でこのうーっていう音も、ウィーウーウィーウーなんていう風に、まあ、オートメーションでね、オートメーションを書かないと、まあ、できないような難しい編集なんかも本当に指一本で簡単に行ってくれたりする、まあ、優れものでございます。で、まあ、これらのね、効果は、まあ、ボーカルにかけてもいいですし、ドラムにかけてもいいし、まあ、あとは全体にかけてもよかったりしますし、まあ、あらゆる音源にねとても面白い効果を与えてくれるので、まあ、ダンスミュージックはもちろんなんですけども、歌物のポップスなんかにもね大いに使っていけるような、まあ、素晴らしいソフトなのでね、この後の本編をぜひご覧いただきたいと思います。ということで、百聞は一見にしかず、まあ、早速ね実際の使用画面をご覧いただきたいと思いますので、いつものようにねワープで画面の中に参りたいと思います。それではですね、今回のワープは、まあ、そろそろね寒くなってきたので、北の国からの五郎さんワープで参りたいと思います。五郎さん知らないよっていう方はね、もうぜひググってください。もう素晴らしいキャラクターです。まあ、それではね、もう早速参りましょう。参ります。ということでワープ成功でございます。今ご覧いただいておりますのがスタジオアンという DAO ソフトで、まあ、すでに、トラックが、3つほど立ち上げてあります。これ上からドラム、シンセパッド、ボーカルの3パートで、この簡易的なトラックを、まあ、今からねループで再生しながらスタッターエディット2の、まあ、具体的なね効果をいくつかちょっとご覧いただきたいと思います。で、これね冒頭でちょっと説明をさせていただいたんですけども、このスタッターエディットね、ちょっとね使い方が特殊なんですよね。で、一手間ねちょっと設定に余分に、プロセスが必要なので、まずはねその設定の部分からご覧いただきたいと思います。はい。で、スタッターエディット2、今ね、もう一つすでに実は立ち上げてあるんですけど、場所はね、このドラム、パッド、ボーカルの3つのトラックがすべて、出力される、集約される出口のメインアウトに立ち上げてあります。で、ちょっとスタッターエディットもう立ち上げてあるので画面見てみましょう。ポチッと。はい。インターフェースはこんな感じになっているんですけども、これね、スタッターエディットを、トラックに立ち上げるだけではね、実はね、効果が出ない、かかってくれないわけですよ。でこのスタッターエディットを、まあ、コントロールするためのトラックが実は必要になってくるんですけど、一度この画面閉じますね。まずねこれスタジオ1の場合はなんですけど、例えばここに、インストルメントトラックを1つ立ち上げます。ポチッと。で、まあ、分かりやすくするためにちょっと色を変えて、でトラック名もミディとしておきましょう。はい。でこれね今ね要はミディの打ち込みができるトラックをここに一つ立ち上げました。例えばまあ皆さんがお使いのソフト、まあ、キューベース、エイブルトンライブ、プロツールス、FL スタジオ、さまざ、あ、まいらっしゃると思うんですけども、皆さんがお使いのソフトでもね、要はこの、スタジオ1の場合はインストルメントトラックという名前ですけども、皆さんがお使いのソフトなんかだと、まあ、ミディトラックと、してあったり、さまざ、あ、まな名前がついていると思います。でこれぜひねお使いのソフトの、使い方をちょっと、お調べいただいた上で、ご覧いただければと思うわけですが、でちょっと本題に戻ると、ここに
ミディトラックを一つ立ち上げたわけですよ。であとはこのミディトラックが今ね何にも接続されていないわけですよ。でこの接続先をスタッドエディット2にすればいいだけなんですね。なのでまあ、ここでスタッドエディット2をポチッと選ぶと。はい、でそうするとこのトラックでミディキーボードを演奏したりまたは、マウスなんかでミディを打ち込んだりしたそのデータがこちらのスタッターエディット2に、送られてコントロールができると、まあ、こういう、システムになっているんですね。で、これね、私柴さんの手元にあのミディキーボードがちょっと画面には映ってないんですけど、でちょっとねミディキーボードいくつか触ってみるとこのプリセットが変わっていくのをご覧いただけると思います。ちょっとやってみますね。ポチッ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 と、はい、これいくつかあのプリセットが変わっていますよね。これはミディキーボードに、連動してプリセット自体が、瞬時に切り替わってくれてるというわけでございます。なので、エフェクトをね要は演奏するように切り替えていくことができるっていう、まあ、ちょっとね、変わった機能が搭載されたエフェクトでございます。なので、ここからね具体的に、デモトラックを再生しながらこのスタッターエディット2に今どんなプリセットが搭載されているのかっていうのをちょっとねご覧いただきたいと思います。はい、それでは、まずはねこのトラック3つの、トラックを再生しながら、スタッターエディット2を立ち上げて、いきましょう。じゃあまずはこのまま再生します。はい、今回はですねボーカルは、初音ミクというボーカロイドソフトに歌ってもらっておりますがまだね、ミディデータを入力してないのでスタッターエディット2は何の効果も発揮していない状態です。じゃあ画面をちょっと立ち上げてみましょう。はい、で先ほど接続したこのミディトラックインストルメントトラックでこのスタッターエディットを、動かしていくとどうなるかっていうのをちょっとご覧いただきたいと思います。じゃあはい、今 C の1の音程を鍵盤で押さえています。そうするとこの C の1のプリセットが選ばれて内容はこんな感じに、まあ、こんな効果がかかるようになっているんですね。で他のもいくつかちょっと試してみましょう。ちょっと雰囲気が変わりましたね。あ、これ面白いですね。途切れ途切れになってはい、という感じでございます。一度ちょっと再生止めます。で、まあ、今ご覧いただいたようにねこのスタッターエディット2には鍵盤一つごとのスロットに、プリセットがね一つずつアサイン、まあ、搭載されているわけですよ。なので鍵盤で、まあ、リアルタイムにね今ご覧いただいたようにエフェクトを切り替えていくという面白い効果をね、演出することができます。でプリセットのねさらにまあ中身がね、まあ、どんなものがどれだけ搭載されているかっていうのもちょっと気になるところなんでそのプリセットの中身を、具体的に見ていきましょう。はい、スタッターエディット2のプリセットはねこの部分このフォルダが書いてある部分に搭載されているんですけどちょっと中身を開いてみるとはいこんな感じになっています。で今選ばれているプリセットバンクがここね音程情報がここに表示されているんですけどこの上にも下にもねこんな風に鍵盤一つずつに一つのプリセットがこんなにびっしりとアサインされているわけですね。でこれ例えば、左の方にはねブラウザーがあるんですけどこの中にプリセットバンクがねもういっぱい入ってるんですよ。でここをちょっとさらに中開いてみるとこのフォルダの中にもこれだけのバンクが搭載されています。でここに今表示されているのはバンクなので一個一個のスロット用ではないんですよ。例えばこれね、この、アンプリチュード FX というものこれを、ダブルクリックで選択できるんですけどこれを選ぶとねこの右側のプリセットがもう丸ごと、全部ね、変更することができます。ちょっとやってみます。ポチッと。はい、でこれでもう右側の、鍵盤にアサインされているものがもうバンク丸ごと切り替えることができましたね。でしかもなんですけど例えばこれね他の、プリセットバンクちょっと中身見ていってでまあ使っていくうちにね例えばこれいいななんて思った時にこれをね鍵盤自分の好きな部分にアサインし直すことができるんですよ。ポチッと。はい、でドラッグするだけで要はこのバンク自体を自分の好きなバンクに作り変えることができたりっていう風にまあ結構ねあのバンクのコントロールも自由度が高かったりして使い勝手も良いのでねこれはねまあぜひ導入された方はいろいろお試しいただいてまあ自分のね好きなプリセットを好きな順番でここに並べるっていうことがね簡単にできるようになっているのでまあこれもねぜひ使っていただきたいおすすめの機能でございます。
それではね、ここから具体的にこのスタッターエディット2、さっきはねプリセットを切り替えていくつか、お聞き比べをしていただいただけなんですけど、今度はプリセットの中身自体を自分で、カスタマイズしたり、または自分で一から作っていくっていうことをねちょっとやってみたいと思います。ではこれね、今選ばれているプリセットバンクをさらに自分でカスタマイズしやすいように、ここにねテンプレートという、プリセットバンクが搭載されているので、これを選んでみましょう。ポチッと、はい、そうするとこんな感じになっています。シンプルなものがねここに、少ないんですけど、ベーシックなものが搭載されるので、この中から、カスタマイズしやすいものを選んで変更をしていこうかなと思います。それではスタッターエディット2のね実際のこの、プリセットの中身を、どこをどんな風にいじるとどんな効果が、カスタマイズできるのかっていうところをちょっと説明していきたいと思います。で、まずねこれ先ほど、指でね演奏しながら、プリセットを選んでいたんですけど、今度はこの中紙をいじっていきたいので、指で、押さえておかなくてもいいようにミディデータを、入力しておきたいと思います。ドンと、はい、今この中にねミディデータを読み込みしました。でこのミディデータは C の2の音程をもうずっとね、演奏してくれるような状態になっています。この状態で、ループ再生させながら中身をねいじっていこうと思うわけですが、まず最初にこのスタッターエディットの、ユーザーインターフェース画面の概要だけちょっと、お伝えしておきたいと思います。スタッターエディット2の、ユーザーインターフェースはこのね上段の部分、今ねスタッターというところのスイッチがオンになっていますけども、このスタッターというところとバッファーというところが、基本的な、設定になっています。このスタッターというのは、要は切り方ですよね。でバッファーというのはその、切った中身の再生ファイルのどの部分を、バッファリングして再生しますかという、部分を選ぶことができるようになっています。でその下がこれはねもう勘のいい方お気づきだと思いますけど、ディストーションだったりコーラス、リバーブ、フェーザーと、エフェクトの名前がついてますよね。なのでこの上でスタッターの部分だったりバッファーの部分で基本的な切り方だったり繰り返し方を決めておいて、でそこにさまざまなエフェクトの効果を付加できるよというメニューがここに搭載されています。であと右下の方はね、出力のボリュームだったりだとか、あとここでもね実際に各パラメーターがどんな風に設定されているのかっていう、確認できるような窓があったりするので、これはね実際に中身をいじりながらご覧いただきたいなと思います。それではこのね C の2のプリセット再生しながら一個一個ねちょっと簡単にご覧いただきたいと思います。じゃあまずはファイルを再生します。はい、こんな感じになっています。でこれね今スイッチを全部オフにしてあるので何の効果もかかっていない状態なんですよ。でもここ上からねちょっと順番にやっていきましょう。まずはスタッターの部分、これをオンにするとタッ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 と切れていくような効果がかかります。はい、お分かりいただけたかと思いますけど、このスタッターの部分がこのダッ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 と、ぶつ切りにしていく、効果を与えてくれるところです。でちょっとね画面小さいんで分かりにくいんですけど、ここ8分の1と書いてありますよね。でこのトラックのテンポが今140なんですけど、140のテンポで8分の1でダッ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 と今切れている状態です。でここは当然ですけどもっとね、音符を変えて細かくしたり、もっと大きくしたりも、簡単にできるようになってます。ちょっと調整してみましょう。これ今四分音符です。でさらに2分音符で今度は細かくしてみましょう。はい、今32分音符だいぶ細かいですよね。で上はね、はい、1024分の1音符もう見たこともないですけど、1024分の1まで細かく切り刻むと、こんな感じにね、聞こえたりします。でちょっと元に戻しておきましょう。はい、で8分音符でこれね8分音符でこうやって途切れるだけでも当然面白いんですけど、スタッターエディットのすごいところはこのね切り方をさらに任意で自分で変更できるっていうところなんですよ。で、どういうとこかってちょっとやってみますね。このロックをこれをね解除するとポチッと、はい、そうするとこの部分がねちょっとマークが変わったのをお分かりいただけるかと思います。でここはね開くことができるんですよ。でやってみると、はい、これ面白いですよね。これねスタートのポイントは8分音符なんだけど、今エンドのポイントが128分の1音符になったんですよ。でそれがこの右下の窓に表示されているわけですね。
まあ、これはね今行ったり来たりするような設定になっていますけど、エフェクトの開始やエンド、またはエンドや開始、これを自分で好きなようにスピードをね変えていくっていうことができる、まあ、これがねスタッターエディットの、まあ、心臓部分と言ってもいいかもしれません。でさらにですけども、この窓ね、これね実はねダブルクリックで自由にね任意に書き換えできるんですよ。ちょっとやってみましょう。はい、ポイントをねこうやっていくつかダブルクリックで増やすことができます。でこれをねスピードをこんな風に簡単に上げたり下げたりがこんな簡単にできるんですよ。はい、ちょっと一回再生止めます。もうねこれだけでもねご自身でね WAV ファイルを切ったりして作ってきた方からしたらこんなに簡単にできるの、僕もさ初めて使った時にちょっとね衝撃的だったんですよ。まあこの機能がスタッターエディットのメインの機能になっているかなと思います。はい、それではね続いてバッファーの、解説を行っていきたいと思います。でこれもね先ほどと同じようにスタッターが8分音符でかかった状態で、さらにバッファーの機能をね、まあ、どんな部分なのかっていうのをちょっとご覧いただこうと思います。じゃあ先ほどと同じように C の2のプリセット再生します。はい、今ここで選ばれている8分音符にダッ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 とスタッターがかかっていますよね。でここでバッファーをオンにします。そうするとポチッと今はね、少しずつ変化が行われているんですけど、このバッファーは何をしているかっていうと、再生をしているこのファイルのどの部分を繰り返させるかっていうことが選べるようになってるんですよ。例えばこれ短くしていくと最初の部分を繰り返しますよと、で今度は後ろに持っていくと最後の部分を繰り返しますよと、でここはねここで選ばれている四分音符なので1小節を四分音符で分割した4拍目のところを繰り返しますよというような設定が行えるようになっています。でさらにこれねリンクになっているんでこれ解除すると、例えば右側の音は1拍目、左側の音は4拍目、これも、それぞれね自由に変えることができたり、でもう一個面白いのがここねスイッチがあるんですけど、これをオンにするとこれね繰り返す時にリバース再生してくれるんですよ。でこれもねすごく面白い機能で、このバッファーの部分をねいろいろといじっていくだけでもなかなかね自分で思いつかないような偶発的けれど面白い効果を簡単に作り出すことができるので、もうこのねスタッターとバッファーの機能、この2つがねあるだけで十分ねこのスタッターエディットを導入する価値はあるのかなと思います。なのでまあぜひね、この部分を、導入された方はしっかりと理解して、使いこなしていただければなと思います。はい、それではね、エフェクトの欄も少し紹介しておきたいと思います。で、スタッターとバッファーの分少しだけちょっと書き換えをした状態なんですけども、この状態で再生してエフェクトの効果をね、さらにご確認いただきたいと思います。じゃあ再生します。はい、ちょっとねスタッターの部分を前半8分音符で後半はね、少し細かくなるように、で繰り返しもなくしてみました。でこの状態でエフェクトをちょっといくつかかけてみましょう。例えばコーラス、でここで、まあ、この、下のエフェクトの欄は通常のエフェクターをかけるのと同じような設定がここでできるようになっています。で他にもちょっとかけてみましょう。例えばそれをフランジャーを重ねがけ、だいぶエフェクティブになりましたね。で、ローパスフィルター、あ面白いですね、このフィルターもちょっと書き換えしてみましょう。あ、面白いですね。こんな感じに、では他にもテープ、ストップ、再生スピードが遅くなるような感じですよね。これもちょっとスピードを書き換えしてみましょう。はい、面白いですね。ちょっと一回止めます。まあこんな感じで搭載されているエフェクトをね、まあご自身でエフェクト自体もこれはつけるつけないっていうのを自由にね、オンオフするだけでも簡単に、効果が得られるので、これはね、まあスタッターバッファーの部分をしっかりと作り込みして、そこに、まあ、曲の雰囲気に合わせてねこのコーラスだったりフランジャー、さまざまなエフェクトを、付加していくと、まあこれをねやるだけでもねもう今まで、アレンジでねちょっと悩んでいた方なんかにとっては時にね救世主になってくれたりもするような素晴らしいエフェクトなので、ぜひね、機会のある方はお使いになってみてください。
はい、ということでね、もうこのソフトも、まあ、駆け足で解説をしてきましたけども、使えば使うほどね、本当に沼にどっぷりはまっていくような面白みのあるソフトでございます。でこのスタッターエディット、今、まあ、バージョン2ですけども、このソフトでなければねできないエフェクトっていうのも当然いくつも搭載されていて、でこれはね使い方としては、まあ、ぜひね、皆さんがアレンジなんかでちょっとね、まあ、面白みを何か付加したいな、でもなかなか、面白い効果が思いつかないななんていう時に立ち上げていろいろ遊んでいただくだけでも、とってもね、アレンジの力になってくれる、まあ、本当に素晴らしいソフトだと思うので、まあ、ぜひね機会があればお試しいただきたいと思います。そして、この後のね、メンバーシップ動画の方ではこの、動画の続き動画としまして、スタッターエディットの、まあ、さらにね踏み込んだ使い方で、具体的にはなんですけど、例えばどんな時にどういう風に使えばいいかっていう部分もね、メンバーシップ動画の方でしっかりと解説してまいりたいと思いますので、ご参加いただいている方はぜひ合わせてそちらもご覧ください。ということで今回も動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。